さて、それでは、46億年物語を、実況しながら進めていきます。このゲーム、ゲームをしながら、地球の歴史を勉強できるという素晴らしいゲームです。せっかく、こんなにいいゲームなので、勉強しながら進めていきましょう。私が目指す実況は、教育実況。NHK に負けないクオリティを、目指していきたいと思います。ガイアさん美人ね。僕と、お付き合いしませんか。てか、46億年物語という割には、30億年をはしょっちゃうって、全体の 70% くらいをはしょっちゃってるよね。いいのか?もはや、46億年って言っちゃダメじゃない。小さな詐欺ですよ。さて、第一章は鎧の時代です。てか、この時点で5億年前。46億年のうち 90% 過ぎちゃったよ。旅立ちの海です。弱肉強食のこの世界では、そこら辺にいる生物を食べ、進化して強くならなければいけません。ということで、このゲームは、このように敵を殺して、その肉を食べると、右上のポイントが上がるのがわかると思います。これを増やして、他を犠牲にしながらも、進化して強くなっていくというゲームです。NHK では決して放送できないだろう。強い者が生き残るという、今の世の中の、格差社会と呼ばれる現実さえも、教えてくれます。ここには、ミミズキミがいますが、名前がわからないので、この子はスルーします。あら、こんなとこにナマコちゃんが、ナマコは、内臓を取り出し、粗塩でぬめりを取る。それを、水洗いして薄切りにして、三杯酢につけて食べれば、美味しいです。ああ、飲みてー。さて、これはクリスタルです。滝川クリスタル。なんでもないです。喋るのも顎が疲れてきたので、自分で、呼んでください。さて、続いて、誘惑の洞窟です。クラゲ君、ミミズ君がいますね。ミミズではないと思いますが、ミミズのお勉強を、一番びっくりなのは、ミミズは雌雄同体なんですね。つまり、オスとメスの区別がないってこと。ナメック星人と一緒なんですねー。さて、続いて、青虫君が現れました。こいつも名前がわかりません。名前がわかれば、その生物に関しての豆知識を実況できるんですがねさて、カレーに進化しましたさてさて、カレーとヒラメの違い派なんでしょうよーく、僕の体を見てもらえればわかると思いますよ。正解は、カレイは右側に目が集まっているんですねー。ヒラメは左側。てか、この音声読み上げソフト、くんって漢字で書くと、君って呼んじゃうんだよな。バカ。ミミズ君って、立て祭りすぎじゃない?まあ、今週はここまで。次回はここのコースから行きましょう。では、また、次回お会いしましょう。
さて、先週から46億年物語の実況をしていますね。まず、いきなり出会ったクラゲちゃん。親切にいろいろご教授してくれたのに食べちゃいましたね。世の中にはこんな言葉もあります。情けは人のためならず。続いて出会ったのはミミズちゃん。ミミズはナメック星人です。さて、ヒラメとカレイの違いについても勉強しましたね。右側に目が寄ってるのがカレイです。私は食べるならヒラメです。さて、今週はここのコースからです。クラゲといえばノーベル化学賞を受賞したおわんクラゲ。 GFP タンパクとはグリーンフロレンスプロテインの略で、緑色に光るタンパク質のことです。医学方面での応用が評価されての受賞です。どう応用されるかって自分で調べてね。それでは今夜はこの辺で。ボンソワレ。それでは今週はここからです。さて、ここにいる魚がテローダスちゃんです。テロ、ダスとはギリシャ語で乳首という意味です。嘘です。乳首の歯という意味です。古代の魚の一種で、海底の小さな獲物を吸い込んで捕食していたと考えられています。このテローダスはその中でもヒレが発達しているため泳ぎが上手です。くっそ、早いもんね。さて、続いてここのコースです。ディニクチスはギリシャ語で乳首という意味です。嘘です。下ネタは自重します。本当はテリブルフィッシュ、恐ろしい魚という意味です。彼はすごいんです。地球の歴史上最初に現れた本格的な肉食性の脊椎動物です。ガイアさん好きだー。つか、てめえ。つえよ、くそ。死ね。もう、君と戦う気はないの。丸まって攻撃してくる彼は、最も有名な化石生物の一つ、三葉虫です。現在おる生物では、カブトガニが最も近い生物です。三葉虫って、なんでそんなに有名なんでしょうね。三葉虫は最大で60センチくらいのものもいます。サメの祖先に食べられて絶滅したという説もあります。このままでは、先に進めないので狩猟します。
それでは、進化します。進化といえば、ね。デジモンでしょう。顎を強くしたら、なんか、人相悪くなっちゃったよ。まあ、人間の内面を正確に、描写しているのはこちらの、顔ですよ。人間なんて、所詮醜い生き物。自分さえ良ければいい。そんな人間になっちゃいけませんよ。強欲にならず、謙虚な気持ちを持ち続けること。それが、大切ですね。親切に情報をくれたクラゲさんを食べちゃうなんて、言語道断。横断歩道です。さて、攻撃力もアップップーなので、サクサクとこの洞窟を抜けてしまいましょう。実は、このディニクチスちゃん、歯はないんですよ。話でも、獲物を噛みちぎるには十分な顎を持っていて、彼の噛む力はおよそ5300ニュートンで、あらゆる生物の中で最強です。ちなみに、ティラノサウルスが約3000ニュートンということを、伝えれば、凄さが理解していただけると思います。それに噛まれても、5しかダメージを受けない僕の、体が、一番の謎ですけどね。さて、防御をアップップーします。僕はリリモンのファンです。今度は、体が赤くなっちゃったよ。ただでさえ、目つき悪いのに、全身真っ赤じゃ、喧嘩売ってくれって言っているようなものだぜ。地震ですね。僕は、日本みたいな地震の多い国は、原発はやめた方が良いと思うよ。CM よくやってるけど、そもそも、ウランの同位体だって有限の、資源でしょ？ウランが何年持つかは、知らないけど、それが切れたらどうするんだろうね。こんな人相で赤い体の割には、真面目に地球の未来を考えているのですよ。限りある資源を大切に。ケファラスピスちゃんがいますね。いじめ、かっこ悪い。いじめられてるあなたは悪くないみたいなキャッチフレーズをよく聞くけど、本当にそう？そりゃあ、この柄の悪さじゃあ、いじめられても仕方ないな。と私は思う。さて、魚の時代ラストコース。レッツゴーゴーゴー。クラゲの巣のものってあるじゃん。あれって、このクラゲなんですよ。このクラゲの傘の部分に、ミョウバンと塩を振って脱水させたものを、私たちは食べているのですよ。ちなみに、ミョウバンは金属イオンの硫酸塩のこと。硫酸って聞くと怖いって、思うかもしれないけど、実際そんなこともないんですよ。もうね、いい加減喋るネタも尽きてきました。だいたい、いちいちテキスト読み上げソフトに文章打ち込むのほんと大変なんだよねー。でもそんなの関係ねー。ほら苦し紛れ。でもそんな自分が嫌いじゃない。次回から1回の放送時間をもっと短くします。きたー、ストロマトライト。ストロマトライトはシアノバクテリアと石などでできた岩石のことを指します。岩石にくん付けのこの海藻たちのひそひそ話も、どうなんだろう。てか、この距離で聞こえたらひそひそ話じゃないし、って、突っ込みどころが多すぎて、ストロマトライトの雑学タイムが、なくなってしまいました。ということで、ストロマトライトの雑学は来週に、回します。ガイアさん好きだー。それでは、また次回お会いしましょう。
滝川クリスタルです。今夜も46億年物語のお勉強実況です。この生物の名前覚えてくれましたか？そう、リニッチュチュ、いやん、噛んじゃった。そう、リニッチスです。あらゆる生物の中で最強の顎を持ってましたよね。進化の方法も覚えました。自分のパートナーがピンチになると進化できますね。続いて集団で来るケファラスピスちゃんとも出会いましたね。いじめは？そう、かっこ悪いですね。海藻たちのヒソヒソ話も聞きましたね。全くヒソヒソしていないヒソヒソ話、女子にもこのくらいの思い切りをよく話をしてもらいたいものですね。さて今週はこのコースからです。しっかり5億年前の地球についてお勉強していきましょうね。ちなみに私さっき噛んじゃいましたけど、早口言葉得意なんですよ。東京特許許可局、新人シャンソン歌手新春シャンソン賞。この竹かきに竹立てかけたのは、竹立てかけたかったから竹立てかけた。ね。それでは今夜はこの辺で。ボンソワレ。それでは、先週喋れなかったストロマトライトについて、ストロマトライトは要するに岩です。シアノバクテリアを多量に保有した岩です。重要なのは、シアノバクテリア、つまり、藻です。彼は、一番初めに光合成を、行った生物として有名です。彼がいなかったら、今の酸素代謝の生物は、存在しなかったでしょう。水槽などに生えてくる、藻。彼に、感謝し、敬う気持ちを持ちましょうね。クラドセラケが現れました。これはサメの祖先です。体長が約 1.8 メートル。この時代の海では、最強の捕食者だったようです。それだけあって、強いね。てか、人でも敵として登場してほしいな。スターミーは愛用ポケモンだったのに。もう少し進化して、強くなってから進みます。さて、いろいろ食べてポイントも貯めました。先週から、デジモンネタばっかだよね。デジモンをバカにしちゃいけない。あのアニメの最終回は、涙なしでは語れないもの。でも、今週は、進化は普通にやります。あの感動の進化映像を、安っぽく使ってはいけないのです。我慢できなかった。でもみんな、これが見たかったんでしょ？さて、背びれがつきました。これはかっこいい。最強の捕食者のサメを、捕食しちゃいましょう。最強なんて名前がつくと、命を狙われる羽目になるんだよ。ほら。最強という名の花を墓前に添えてやる。バイ、青し。最近のバイオテクノロジーの進化はすごいものがあります。生物の遺伝子を自由に操作したり、このゲームのように本当に生物を改造できる時代です。人間が他の生物の改造をする。本当に倫理観が大切ですね。過ぎたる罠を呼ばざるごとしです。遺伝子いじったりなど、この分野の勉強は面白いですよ。今から進路を考えてる高校生の皆さん、分子生物学や生化学なんて分野は大変興味深いですよ。彼の遺伝子もちょくちょくっといじって進化してもらいましょう。進化の音楽の続きが聞きたい？無理。動画の再生時間長くなる。ニコニコ動画でブレイブハートと検索してください。そうすればフルバージョン聞けます。ついでにアニメも見て、面白いから。こらこら、聞こえてる聞こえてる。完全にヒソヒソ話じゃないよ、しって。聞こえてるから、あれですね。俗に言うボスフラグ、わかります。最強のはずのサメを美味しくいただき、ポイントを貯めます。貝も一緒にね。ああ、お寿司食べたくなってきた。そして、進化して勝利フラグを立てます。うふ。皆さんからの愛情の紋章で、完全体にと進化しました。
私の 80% は優しさでできています。 80% が優しさでできているとは思えないほどに柄の悪い顔になっちゃいましたけどね。私、進化して最終的には小池徹平になりたいんだけどな。レオパレスの CM とかに出たいんだけどな。全然遠ざかってる。そういえば主人公に名前をつけていなかったね。ああ、結局はジェイアン理論。お前のものは俺のもの。俺のものは俺のものね。あの5400ニュートンの顎を持つディニッチスに噛まれても、5しかダメージを受けなかった。私の体に11もダメージって。5400ニュートンで5のダメージということは、このサメは、約1万ニュートンの力を持っているということですね。1万ニュートンの力で噛まれるということをわかりやすく言うと、テトラポッドの重さが約10トンなので、それが頭の上から、落ちてきて、直撃したくらいの力ですかね。普通即死ですよ。さっき早口になっちゃってすいません。想定した以上に、喋ることがありすぎましたね。もう一度愛情の紋章で進化しました。完全体で無理ならもう一度進化して、戦えばいいだけのことなのですよ。完全体からさらに進化したから、今は、究極体？ボスに再チャレンジ。このサメの噛む力、1万ニュートンに食い下がりますが、1万ニュートンは10トンの重さが、上から直撃したくらいの、威力のはずです。ウルトラの父の体重が約5万トンなので、ウルトラの父、5000分の1サイズが、こっちに向かってタックルしてくると思ってもらうのがわかりやすいですね。そんなこと考えてたら負けちゃいましたね。強がって立ち向かうしかないんだ。あら、意外とあっさり倒せちゃいました。サメのかまぼこって美味しいのかしら。ちなみに、フカヒレの生の状態は、相当グロテクスらしいです。とうとう、酸素が発生し始めました。酸素代謝生物の歴史は、ここから始まったんですね。ちなみに、生物の中には葉代謝などでも、エネルギーを、取り出すものもいるようですが、あらゆる生物の中で酸素代謝が、最も高効率らしいです。ポイントが余ってるので、適当に進化しちゃいましょう。ますます、珍妙な生物になっちゃいましたね。さて、光合成によって、シアノバクテリアが酸素を発生させるわけですが、光合成は非常に高度なシステムで、未だに完全な人工光合成は達成されていません。そう思うと、生物は今から5億年も前に人間に再現することのできない高度なシステムを構築していたんですね。これこそ生命の神秘というやつですね。ほら、教育実況っぽくなりましたね。では、また次回お会いしましょう。次回は両生類の時代です。無限大な夢の後の何もない世の中じゃ、そうはさ愛しい思いも負けそうになるけど、静止がちなイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。 Oh yeah。
では、少しばかり両生類の世界を覗いてみましょう。両生類の定義としては、両生期にはエラで呼吸するが、成長すると肺で呼吸する生物のことです。つまり、子供の時はエラ呼吸、大人になると肺呼吸になる生物を定義します。特徴としては、体表は柔らかく、鱗や毛や羽を持ちません。こんな両生類の世界、この次もお楽しみにね。時代は、約3億年前の時代で、石炭紀とも呼ばれます。なんで、石炭紀と呼ぶかですって？それはね、この時代の地層から石炭が、取れることが多いからなんだよ。石炭が取れる、イコール、その時代に巨大な森林が、発足していたという、大きな証拠なんですよね。ということで、森林に溢れたパンゲア大陸にレッツゴー。あれ？意外と森林がないですね。スタッフ？森林がないと石炭が。てか、両生類の体、本当に可愛くないですね。こんなんじゃ、愛せないよ。愛されるよりも愛したいマジで。先ほど、石炭の話題があったので、ちょっとばかり石油について触れてみましょうか。石油って、私が小学生の頃からあと10年くらいで、底をつく、と言われていましたが、軽く10年くらい過ぎちゃいましたね。今、皆さん、石油は、何億年も昔の生物が土に、埋まってできたもの、と思っているでしょう？でも、実際にはまだ色々論争があって、2003年に、石油が地球内部で自然発生しているという説なんかも、発表されたり、未だに、はっきりしていないんですね。シーラカンスくんがいますね。シーラカンスは、生きる化石として有名です。現代でもインドネシア、南アメリカに生息が確認されています。ほんとか知らないけどね。分類としては、深海魚らしいですよ。食べても美味しくないらしいですよ。歯ブラシみたいな味なんだって。ほんとか知らないけど。早く進化して、この美しくない体におさらばしたいのに。倒しても4ポイントしかくれないのは、厳しい。この歯ブラシのような肉をあと25匹も、食べるの無理。ということで、次のコースへ。イクチオステガちゃんがいますね。さて、このゲームの中ではイクチオステガは、完全に、地上で生活していますが、実は、ほとんど水中で生活していたのではないかと言われています。地上で生活するには、体が重すぎるそうです。重さの議論をするなら、私、この重い体でジャンプなんかして、大丈夫なのかしら？てか、噛みつくよりもジャンプして踏む方が強いから。もはや、マリオみたいなゲームになってきつつありますね。私、最近、マリオを実況している動画にハマっています。あれ、面白いですよ。今週は非常に、いいペースでサクサク進んでいますね。続いて、このコースです。そろそろポイントも溜まったので、進化します。さて、今週からは少しテイストを、変えていこうかと思います。デジモンばっかじゃねえ。てか、進化のバリエーション増えましたね。ほら、ゼロツー。てかね、進化という言葉を聞いて出てくるのって、デジモンとポケモンしかないのよ。ポケモンの進化って地味じゃん。そしたら、デジモンしか考えられないでしょ？わかりましたよ。そこまで言うなら、次の進化はポケモンテイストにしますよ。あら？もう、ボス？えらく早いのね。てか、出口を捨てがって。
しかも、被害妄想ひどい。この時代にメタボって、むしろ強さのアピールになってモテるでしょうよ。あの体の大きさで飛び乗ってこられたら死んじゃうでしょう。でもゴシカダメージ受けないのね。あの、サメがどれほど強力だったかってことがわかるね。メタボの割に動きが早すぎる。くそ、このデブ。死ね。仕方ないのでポイントを貯めます。和田アキ子の音楽をお楽しみいただけたでしょうか。それでは進化したいと思います。とりあえず優先すべきは防御ですかね。いろいろありますが、胴体を進化させたいと思います。ほら、お望みのデジモン以外の進化だぞ。やっぱ、デジモンの方がいいよね。てか、肌の色が。絶対、毒持ちのトカゲだよ。ほんま、ブサイクー。戦っているうちに気づいたんだけど、変に足場があるところで、戦おうとするから、ややこしいんだよな。平面で戦う方が有利だな。ということで、一気に、平地までダッシュ。もはや、踏むか踏まれるかのゲーム。完全にマリオ化しちゃってますよ。この死闘の様子を秘書を、バックミュージックにご覧ください。ということで、今週はこんな寂しい感じで終わります。では、次回もお楽しみにね。
ああ、プロトファマスですね。そう。ゴキブリの祖先です。もうね、いつもウィキペディアで情報収集してるんだけど、ウィキペディアにはゴキブリの画像が貼ってあって、もうね、見れない。吐きそう。だから、ゴキブリの雑学が欲しい方は、自分でウィキペディアへジャンプしてください。とりあえず、私、虫が大の苦手なんですよ。虫なんか滅べばいいのに。さて、続いてハチがいますね。今回は、相当なうつな回になりそうですね。だって、ハチに幼生類の子供が、連れ去られてるよ。ああ、うつすぎる。何もかも。だから、今回は、全体的に某、うつアニメのテイストを取り入れてみようかと。進化の方も、某、うつアニメテイストにしてみました。デジモンばっかじゃねえ。を進化させます。ポケモンよりは派手でしょ？こんな鬱な時だからこそ明るい話題を。廊下にロッカー、スクロッカー。バインダーがない。そうだ、頼めバインダー。わかる？高度なダジャレなのですよ。あ、笑えば、いいと思うよ。私、最近、ツンデレにハマってるんですよ。だから、インターネットサイトのヤホーで、検索したら、ツンデレカルタなんてものが販売されていました。即、購入。ラーメン伸びるわよ。早く食べなさいよ。え？オフしてくれ？バカ！今のは、ラ、のセリフです。テンション上がりませんか？鬱な時ほど、明るい話題を提供する。これこそ、実況の真髄でしょう。せっかく1000ポイントももらえて、死んだらもったいないので、皆さん、お待ちかね、進化タイム。いろいろやった結果、進化はこれが一番盛り上がる気がする。さて、通常なら、ここで蜂の雑学タイムなのですが、私、なんと言っても虫が嫌いなのです。だから、今週は、雑学タイム入りません。なぜかって、虫が嫌いだから。嫌いなことなんて、勉強しなくてもいいんだよ。だいたい、オールマイテにできるやつが偉いのかよ。私、国語が大の苦手だったんだよね。百字でこの時の筆者の、心情を述べよ、とかあるじゃん。そんなの書いてる筆者以外にわかるわけねえだろ。と、今も思ってる。だいたい、こないだノーベル賞取ったなんとか、先生だって、英語全然できないとか言ってたじゃん。何か好きなことに打ち込める、それが、勉強じゃなくてもいいんだよ。その集中力が大切なんじゃないかと。私は思う。取りに出しました。てか、この蜂、強すぎる。さっきの見た？ 18 のダメージって、2発でゲームオーバーじゃん。どうしろと。あなたは死なないわ。だって、私が守るもの。とりあえず、再チャレンジ。何か攻略法が見つかるかもしれない。てか、勉強タイムがなくなったら、ただ、私が喋りたいこと喋るだけの、動画ですね。これのどこが教育実況か。私の目指す実況はどこへ？強すぎ。私は多分3人目だと思うから。さて、そろそろ倒させていただきましょうか。
それでは、この死闘の様子をノーカットで、ご覧ください。心を開かなければ、あれには勝てないわ。音楽変わったから勝つと思っただろ？世の中そんなに甘くないんですよ。物事が自分の想像通りに、進むことの方が、少ないのですよ。だからこそ、人生は楽しいの。ほら、教育実況？なんか宗教っぽいけどね。とりあえず、経験値集めてます。死んじゃいました。
気づいたんだ。挿入歌たくさん入れたら、喋らなくてもいいんだ。いっそ、教育実況取りやめて、歌をゆっくりとかにしようかな。この、ママレードボーイって、最近、私の周りで流行ってるんだよね。カラオケでこれ歌うと、アニメの PV が流れるんだ。テンション上がるんだ。テンション上がりすぎて、予約曲全部、これになっちゃったからさ。あの、ベッドのキスシーンは半端ないさ。当時、朝の8時からこんなハレンチなアニメやってたんだよな。もう一度、DVD 借りて見直そうかな。でも、いい大人が一人でママレードボーイ見てる姿とか、想像してみてよ。人に見せれないよね。いいんだ。他人に、決して見せない面がある。そういった謎に覆われた男ってかっこいいじゃない？そう。タキシード仮面のような、そんなクールな男に私はなりたい。さあさあ、ポイントも溜まったので進化しましょう。もっとアボを重視すべきというコメントがあったので、アボを強化しましょう。外れだったでしょ。なぜ不要だったポケモンの進化かって、編集が楽だから。このボス8度目の挑戦、私をここまで苦しませた相手は2億年ぶり。そんな張りなんかきか、え、舐めるな。卵で回復しつつ戦えばいいんだ。私は頭脳戦を得意とする妖精類。高い観察力で相手の行動を読み、攻撃、回復、攻撃、回復送り。あ。悪夢のようだ。サイヤ人みたいに死ぬごとに強くなればいいのにね。うん。無理。だから、強くなるんだ。あれば大丈夫でしょう。そう、私が欲しいのは絶対的な勝利。ちまちました頭脳戦なんて、所詮力の弱い人間の切れ事。美しき滅びの母の力を。これで11度目のボスチャレンジか。よし、一気にまとめて進化しちゃうぜ。
裏には12000枚の特殊装甲と AT フィールドがあるんだから負けてられないのよ、あんたなんかに。やっと倒せた。さあ、次の時代へ行こう行こう。って、まだあるの？バカなの？クリアと思ってテンション上がった私は、バカなの？ボスに引き倒したのに、まだあるとか、どれだけ、このゲーム鬼畜なの？しかも、砂漠、まるで鳥取砂丘。深夜の鳥取砂丘は、恐ろしく怖いんだぜ。なんか、ずいぶん久しぶりの教育実況。エダフォサウルスは、史上最初の、草食性脊椎動物です。以上。だって、8戦で時間かかりすぎたんだもの。カットカット。モスコプスがいますね。彼らは要するにすごく大きい草食動物ってことです。なんで地面から出てくるんだろうね。以上。だって、時間ない。時の扉の砂漠ってことは、ラストコースっぽいけど、嫌な予感。音楽的に。また、ボスかよー。しかも、さっきのハチキングの奥さん。ということは、さっきのキングより弱いんじゃない？戦闘中に進化すると回復できるらしいのですが、チートっぽいから禁止にしよう。人生、妥協が大切さ。くそー。カカー殿下の家庭だったのか。まあ、基本的に女の子の方が、強いもんね。喧嘩して、タウンページ投げられたこととか。虫しかいないこんな時代もう嫌だ。え？もう無理、嘘でしょ。心折れる。死にたくない。奥さん強すぎです。どうしたら、勝てるのかしら？私は気づいたのです。音楽変更した上にゆっくり実況すると、訪れ発生することに。そうだ。勝とうと思うから勝てないんだ。無の境地だ。瞑想。お前の攻撃なども早、見切った。と思っただけでした。くそ。もう嫌なんだよ。虫の時代は、今勝たないと、次の時代に行けないんだ。だから、勝たせてよ。そうだ、噛みつき続けて、空に行かせなければいいんだ。よし、このまま、死ね。待って、やばい、死ぬ。まだ死なないの？旦那よりタフなんじゃない？もう集中力も限界。おー。やーった。やっとトット。できーたー。リテ、ラトバリタ、ウルス。アリアロス、バル、ネトリール。次の時代へレッツゴー。それでは、また次回、お楽しみにね。
陸。そんな新大陸で出会ったのは、見たことのない恐竜たち。そして、巨大なモンスター。次回、史上最大の生物、大正桜に、ロマンの嵐。次回も、ゆっくり頑張ってね。さて、今週は恐竜の時代に、入ります。恐竜って、映画やテレビによく出てくるけど、恐竜の体の色は、学者が適当につけたもので、科学的根拠は何もないって、知ってました？てか、先週のエンディング見てくれました？ドラえもん、懐かしかったでしょ？私は、のび太の恐竜よりも、バギーちゃんの出てくる、海底祈願場が好きなんだけどね。さて、恐竜大陸もサクサク進めていきましょう。ほむほむ、どうやら、ニアシホコウにも進化できるみたいね。実は、ニアシホコウってすごい難しいことなのよ。4足のロボットはあるけど、ニアシのロボットってできたの最近でしょ？ね？私、カエル食べました。居酒屋で。すごく美味しかったの。だから、お前らも食べてやるー。そう、環境の変化に対して、最も弱位生物って、両生類なんですよ。私が子供の頃は、カエルとかよく見かけた気がするけど、最近、見かけないよね？両生類は粘膜に覆われてるんだけど、カエルのヌメヌメした体を見てると、なんだか今日いけそうな気がする、あると思います。まあ、ガイアさんを見てる方がいけそうだけどね。ああ、教育実況としてのモラルが、壊れていく。コース二つあったので、あっち側から行きましょうか。さて、テコドントがいます。テコドントは、今のワニの祖先にあたります。当時は、完全な直立歩行ではなく、半直立歩行。要するに、二足二だったり四足だったり、どっちもいけちゃうってことね。どっちもいけちゃう。バイセクシャル？テコドントはバイセクシャルなんですね。さて、続いてトロエドンがいます。トロエドンは、恐竜の中で最も頭のいい生物です。恐竜が絶滅しなかった仮想的未来では、知的生物として恐竜人間として、書かれています。どう見ても、賢そうには見えないけど。サクサクですね。サクサク動画のタグをつけちゃおうかしら。子供が行方不明になったら、もっと悲しめよ。噛みついてやる。え？リベンジ、無理。ちなみにスケラコサウルスは、トゲのあるトカゲという意味です。まったく。トゲだらけだよ、あいつは。サクサク動画のタグが消えないように、サクサク進みます。さて、うん、が落ちてますね。食べたら回復？私、スカ、は苦手なんだけど。ブロントサウルスです。体長20メートル、体重30トン。ウルトラマンもビッグ。あ。さすが恐竜の時代。敵が、アホみたいに強いね。もう、
こんな生物と戦うのはアホらしいわ。さっさと通り抜けてしまいます。続いてパラサウロロフスです。彼らは角のような部分が笛のような役目をしていて、大きな音を出すことでコミュニケーションをとっていたそうです。ちなみにこのゲーム内で初めて遠距離攻撃をしてきます。音で攻撃なんて有名戦くらいじゃないかな。あれがステゴサウルスです。背中のトゲは攻撃用ではなく体温調節などの機能を持っていたとされています。あ、要するにゾウさんのお耳とか犬の舌と同じ役割です。背中のは攻撃用じゃないってさっきから言ってるでしょ。攻撃に使うなって。キリンさんが好きです。でもゾウさんの方がもっと好きで。あ、ガイアさん、いっぱい並ぶと怖い。ポイント集めて、進化しました。皆さん、なんか進化しますって明言してから進化するより突然進化する方が盛り上がらない？ピンチになると突然進化する方がデジモンっぽいよね。どうでもいいけど、ゴジラの背びれはステゴサウルスがモデルなんですよ。知ってました？あ、子供がいじめられている。ぬるぬるしてると気持ちいいよね。いじめ、かっこ悪い。だから、子供をいじめたお前は、殺して食べてやる。さて、真面目なお話。最近、太陽光発電が促進されていますが、太陽光発電は、実は環境に悪いかもしれないと言われているの知っていますか？太陽光発電のパネルを、作るのに、排出される二酸化炭素の、量は、太陽光発電で削減される二酸化炭素の
20年分くらいと言われています。それではあまり意味がない。植林する方がはるかに効率的です。正しい情報を自分で入手することが最も大切ですね。ちょっと真面目な話をしてみました。あら、もうボスなのね。てか、恐竜の時代なのにボスが帰るっておかしくない？しかも、ママがいる。背中から子供が生まれてくる。気持ち悪い。てか、どこ攻撃したらいいの？このまま子供を殺し続けてれば、親玉も死ぬのかな？本体も攻撃した方がいいのかな？ああ、本体を攻撃しないと意味ないのね。もう、鬱陶しい。もっと子供を大切にしろよ。死ね死ね。てか、ポイントすげー溜まるんだけど。でも、戦闘中に進化しちゃうと HP 回復しちゃうから、さすがにそれはチートだと思うんだ。だからボスと戦闘中進化は禁止ね。これは楽勝だな。だって子供食べてれば HP はいつでも回復できるし、ダメージも1しか受けないし、負ける要素がないよ。所詮、カエルなんて雑魚。ママカエルって書いてあるの見て、一瞬女王蜂のトラウマがフラッシュバックしたけどね。もう鬱陶しい。一体何室子供い。やばし。戦闘中進化禁止なんて言ってない、言ってない。妥協が大切さ。だいたいピンチになったら進化するって言っといたじゃない。おお、変わった、変わった。今週は、このくらいにしておきます。また、次回お会いしましょう。エンディングまで、ゆっくり見ていってね。巨大な恐竜、ジュラシックパークに感動したのは、いい思い出。新大陸を進むこの進化は、一体どこへと向かうのか。地球の歴史を振り返る。ゆっくり教育実況46億年物語。次回、恐竜は英語でディノサウルス？お楽しみに。